私は自分のいいところ、好きなところを200個くらい書き出せます。自分ですごくいいやつだなと思っています。他の人の評価は関係ない。誰が何と思っていても構いません。私にはこのようないいところがあるというのを200個書き出せるようになると、人生をいちいち考えないで済みます。人間は誰でも未熟です。もともとろくなものではなく、大したものではないのですから、その大したものではない部分を探しても無意味です。あら探しをすれば、たくさんあることでしょう。大したものではないと思いながら、でも実は結構いいやつかもしれないと、自分がいつの間にか愛おしくなる。それが自分探しになるように思います。自分で自分のいいところをいくつ挙げられますか？と問いかけたら、あなたはいくつ挙げられるでしょうか？自分で自分がわからないという人は、1年後までに100個挙げられるようにしてみてください。1年後に同じ質問をします。その時には、自分で自分がわからなくなっていますとは言わないと思います。他人の評価で生きるのではなくて、自分の評価で生きるのです。そうすると、自分がよく見えてきます。私は毎年大晦日の夜にその年一年を振り返ります。自分で自分が好きになっていいやつだなと思うと、大晦日が楽しくなります。今年一年自分はどうだったかなと振り返ってみると、うん、結構いいやつだったとか言って、自分の頭を撫でてあげたい気分になります。だからあなたも、自分のいいところを1年後には100個、2年後には200個あげられるようになってみてください。人生が楽しくなることでしょう。